はい、皆さんこんにちは。東郷仕事東郷よしきです。今回はプロデュース1オンジャパンシーズン2のオンタクト能力評価課題曲ダンス、今日はですね71人から80人までを見ていこうと思います。だいぶ後半に入ってきましたね。だいぶ僕の目もちょっとね疲れてきましたけどねでもねみんな見てるんだもんね、全員分。だから僕も全部見てみたいと思います。それでは動画の方に行ってみましょう。はい、それではですね71人目佐藤来太くん見てみたいと思います。レッツゴー。佐藤来太くん、北海道端っこだ。19歳。お、珍しくちょっとジャラジャラしてる感じの子来た。ジャラジャラって。えい。すっごい前傾姿勢だったね今。あ、でも普通に踊れる。たどり着きたい場所がある。うん、いいね。必要ないよ。君は誰のピピや、君は一体誰の手を取るの。おい、つかめ Everybody。 Hey、 おい、つかめ、つかめ、 Yeah。あ、洋服が全部出ちゃった全然ダンスと関係ないとこ気にしちゃった。ずっと前がインした状態だったけど最後の最後にはだけちゃったねいやー、割とね洋服とかもだけどちょっとおしゃれファッション、ちょっとジャラジャラした感じ好きそうな感じで、今時のねちょっと襟足長めな感じだったし、雰囲気好きな子はこれハマると思うよ。ちょっとかっこいい感じだったね。なんかダンスもねわりかし結構踊れる感じだったし、まあ途中苦手なね、苦手そうな動きのところとかもあるけど、思いっきり細かいところまでちゃんと教えてってしたらすごい雰囲気、それでバチッとねこういうかっこいい服着て踊ったらすっごい映えると思うこの子。まあまあね、普通にね見た目からしてね、そういうファッションとかアイドルとかそういう好きそうな感じがやっぱ見えるね、でも今の子はね。はい、続いて72人目、橋本ひとるひとる橋本ひとるくん行ってみたいと思います。みんなすごい名前多いな。17歳、愛知。みんな若いね、ほんと。お、色白い。たったつつ。えい。あー。上下はセットアップかな。綺麗いいな。うん。細かいところもちゃんとやるね。あ、これじゃなかった君は誰のピピや、おお足が迷ったね今。来てるいつかめ、おつかめつかめ、yeah。
なんかちょっと可愛いな。顔結構イケメンなのにさ、ちょっとなんか抜けてそうじゃないこの子。可愛いね、それが。まあまあまあ、17歳とかだったっけ、ひとるくん。踊ってる時はね、ちょっと緊張してたのかな。ね、あの子、緊張しちゃったさ、やっぱ、体重移動だったりとかでさ、やっぱ普段バランスちゃんと取れてるところが取れなかったりするとこももちろんあるしさ、ちょっとおーっていうところとかがあったから、多分緊張してるのかもしれないんだけど、それはそれでなんかまた可愛かった。ダンス上手いだけが絶対全てじゃないから、このプルっていうのは。シーズン1でね、やっぱ分かるところはあると思うけど、ほんと上手いだけじゃないところが絶対あるはずやから、この、可愛さはこの可愛さでまたちょっとありかもしれんね。はい、続いて73人目、吉井ネオくんいきます。ネオネオかっこよ。東京都19歳、ハーフ、日本人っぽくない。あ、内股。頑張れ。かわいい感じやな。今すぐにたどり着きたい場所が。ちょっとかわいいな、この子なんか。つか。ソフトタッチ、なんか。ガリガガヤ、ビッグミヤ、未来のど真ん中で。君は一体誰の手を取るの。はい、はい、うん。ここなんだ。つかめ、そっちはこっち行くんだ。うん、ハラチラハラチラ。すっごい内股タイプの子だね、ネオくん。すごい可愛いって感じ。身長もそんなに大きくなさそうだし、番組中映ってる感じでね、なんか、まあ、ユーゴってわけじゃないけどさ、すごいもう可愛いっていう方の路線ポジで行ったらもうめちゃくちゃ燃えそう、この子なんか。はい、続いてが、74人目ですね。梶田ひろきくん、行きたいと思います。梶田ひろき18歳、静岡。うん、18歳にしては大人っぽい？身長が大きい。えい！元気！わあ、わあ。うんうんうん、綺麗なとこ綺麗だな。はいはい。もうちょっとバランスが。はい、何にも必要ないよ。トゥトゥトゥ、ガリガガヤ。あ、君は一体誰の手を取るの。来てる、いつかめ、おい、つかめ。来てる、いつかめ、おい、つかめ、つかめ、イェー。かわいい。ちょっと、和んできたぞ。笑ってきた。同じタイプか？目細いのはちょっとお揃いみたいなね。ちょっとなんか同じような空気を感じるな。笑ったら目がなくなる感じが。
最初緊張してるっぽかったけどね、なんかサビに入ったあたりぐらいからちょっとね笑ってきだしたから、やっぱこの子自身がつかみ好きなんだろうかね。踊ってる時にやっぱちょっとフッてこう笑うとね、やっぱそれにちょっとキュンってくるところがあるね。いやそういう意味で可愛いけど、多分バチバチにかっこいいのもできると思う。スタイル良さそうだし、いろんな幅ちょっと見てみたいなこの子。はい、続いてですね、75人目、あずみむたくん。一番最初に出てきた子だね、名前が。俺がムタあずみくんって逆に呼んじゃった子この子韓国味があるよな、なんか。えい、パラシュートパンツ履いてる子多いな。てか、始めようよ今すぐに。この子人気出そうな気すんだよな俺。おお、何にも必要ないよ、走り出せ登るトッペ。あ、ちょっと早くなった。おーい。ガメ、エヴァリー。来てるいつかめ、おつかめ、つかめ。ほっ、ほっ。うん、普通にかわいい。すごいちっちゃい線が細いねこの子。うんね、ムタくんもねかわいい感じだと思うけど、俺でも結構俺この子好きなんだよな。なんか雰囲気スキズのピリ感があるというか、若干髪色かもしれないんですけど傷のピリペンなんだけど、俺がその子の顔っぽい雰囲気がなんかある気がして、顔だとなんかね可愛い感じだけどなんかちょっと好きかも。いや踊りもね割と踊れる感じだから、もっともっとダンス強化してバチバチかっこいいダンス踊ってほしいなと思います。はい、それでは76人目、安江リック。リック、とかっこいい。21歳、大阪。あ、本当にリックなの？もしかして。英語の漢字表記？ハーフ？顔面強いな。顔面強いけど踊り可愛いな。行けば行って心配ばかりしてないでさ。つつつつつ、あ、はいはい、ドン。すっごい真剣だなこの子。その瞬間は来てる、いつかめ、おいつかめ。かわいい、そこ。めつかめ、イエー。おーおーおー、ピックミアー。おお、笑った笑った。お、笑ったけどちゃんと自分のねちょっとクールな感じで最後ちゃんと笑ったけど、クールなのをなんか残してきたね。顔面強くないこの子。顔面の強さだけで言ったらさ、ちょっと友明っぽい感じがする俺。
友明っぽいっていうか友明ポジぐらいの顔面の強さがこの子にすごいある気がする。ダンス超可愛かったんだけど、どう頑張って頑張って、他がめちゃくちゃ強いから全部全部強くしていこう。はい、続いてが77人目ですね、池田優里くん、行ってみたいと思います。池田優里19歳埼玉県、19、20、21がめちゃくちゃ多いな。えい、どっちだ、初心者かな。すごいなんか目力というか表情めっちゃ見てくる、こっちを。走り出せ。おう、そこの角度いい顔。来てる5日目、おい5日目。お疲れ、疲れ、イエー。袖が邪魔だった最後。なんかちょっとまた個性的な子だね。目力、顔力、すごいなんかめっちゃ見てたらじわーってすごいなんかね、目が合うような感じというか、ちょっと猫背なのかな、体がね、ちょっと華奢な感じがするね。もっと胸張ったらもっといい動きできそう。でもダンスはだって覚えてるから、体のなんかね、芯の感じとかが変わったらすごいまた変わるかも。ちょっとまた新しいキャラだな、なんかこの子も面白いことを発揮してくれそうな感じがする。はい、続いて78人目ですね、山田秀樹くん、行ってみたいと思います。山田秀樹21歳神奈川、やっぱ20歳、19、20、21か。すごい垂れ目ちゃん、かわいい顔してる。えい、でもすごいダンス大きいな。ダンスできる子なんだね。たどり着きたい場所が、この子も基本やっぱヒップホップ系かな。あ、靴ひもが、めっちゃ超気になるんだよな俺、ああいうの。おお、おお。その瞬間は来てる5日目、おい5日目。めっちゃスタイル出してくるな。うわ、ちょっと待って、この子やっぱりなんだろう、この子踊り方にヤスポミ感じるんだけど。踊り方、見せ方、まず自分の俺この雰囲気めっちゃかっこいいぜっていうのを見せる時のこういう感じと、最後このやり方も今、お
俺なんかドンピシャヤスポンだったんだけど、やり方が。あと靴、あの靴紐めっちゃ気になりました。いや、ダンサーあるあるなのかわかんないんだけど、俺は結構ね、レッスンとかでもだけど、子供とかだったりとか、まあとにかく踊ってる人とかがこう靴紐ほどけたりするのとかもやけど、すぐ気づくタイプなんよ。あ、ほどけてるみたいな。まあ危ないしとかだけど、え、この子ヤスポン好きかなとか勝手に思って、顔めっちゃ可愛いのに踊りクスゴリゴリなんですけど、ちょっとこのギャップはまた新しいね。リョウみたいな感じのゴリゴリとちょっと踊りヤスポンっぽい。なんだろうな。続いて79人目ですね。坂本浩樹くん行ってみたいと思います。20歳千葉。俺と同い年いないな。 あら顔が見えないぞ。顔隠してるな。あ、顔が見えた。かわいい。ああ。え、待って、この子かわいくない？作戦か、最初見せなかったのは。スキズのハンみたい、顔立ち。前向きに。いやー、表情めっちゃいいじゃんこの子。君は一体誰の手を取るの。めっちゃ笑う。踊るの好きそうだな、なんか。おつかめつかめ、イエメイエ。おー、やりきったー。すっごいなんか可愛い感じだったね。坂本浩樹くん、かっこいい系かなって思ったんだけど、顔スッて急にさ、笑顔になって、表情それこそガンサーだね。もう顔が、顔のメイクっていうかさ、顔をメイクしてる自分で。好きな表情を出すのがうまいね、この子。慣れてるかもね、そこだけは。顔はマジで大事、本気で。はい、次がですね、80人、今回のラストですね。佐久間司くん行ってみたいと思います。マジで俺と同い年っていないな、本当に。東京20歳。やっぱいないわ。印象ある。髪の毛めちゃくちゃ長かった子。おー、元気。始めようよ今すぐ。あ、でもダンスめっちゃできる。踊れる。何も必要ないよ。トゥトゥトゥ。光輝く Pick me up。 一体誰の手を取るの。今日飛んだね今。 Everybody、つかめ、おつかめ、つかめ、イエー、つかめ、つかめ、ねえ、イエー。結構安定して踊れてたな。そして普通に
かっこよかった。佐久間つかさくん。そしてあれだね、あのもちろんさダンスが踊れてっていうのもなんだけど、まあ、この子はだから髪の毛長かったからっていうのでもやけどさ、すごく自分も印象があったんだけど、今回のオンタクト能力評価でさ、やっぱ60人に残るうちのとにかく60人っていうところであったとしても、やっぱ印象ってめちゃくちゃ大事だったと思うから、この子はこれですごい合ってたと思う。なんか普通にインパクトってマジ大事なんだなって思いました。いやマジで最初のねやっぱイメージっていうかインパクトって本当大事だなって思うわ。はい、ということでですね、今回は71から80人までの方を見てきました。いやー本当最初の印象でね、結構自分もパッと見ただけでも覚えてることが出てきたりしたんだけど、やっぱパッと見のイメージって本当大事だと思う。特に今回の日プ2は特にその最初の部分はっていうか、いやー自分も印象最初強かったんですかね写真だけの時は自分はどうだったでしょうか。よかったら皆さんコメント等で僕の第一印象でもよかったら書いてくださいはい、ということで今回の動画が面白かったらぜひ次回の動画でお会いしましょう。それでは東郷一樹でした。またねWe'll be right back.